て今回の新着2ちゃんニュースです。ひろゆき氏、くるみあらばも1回にあの町会議で会ったこともあるひろゆきさんがなんと、こんなことを言ってたということで、ひろゆき氏、何が起きるか予測つかないが、頭の悪い子供はインターネットを使うべきではないということを言っています。22日の放送バラエティ羽鳥さんの番組テレビ朝日で、西村ひろゆき氏がインターネットを使用制限を求める発言をする一幕があったというニュースです。番組では2チャンネルの解説者である西村氏が登場し、自身の発言内容の真意を語った。その中で2011年12月週刊スパのコラムで子供にネットを使わせるのは反対という意見を取り上げます。羽鳥慎一アナウンサーが2チャンネルを立ち上げた人が子供にネットをさせるな、これはどういうことと真意を問うと、西村氏が以前から社会問題化している悪ふざけ画像の投稿例に子供って世の中のことを知らないと、自分が行ったことに対して何が起きてしまうのか予測がつかない子供はネットを使うべきではないし主張したのか、使うべきではないと主張した、その子供という線引きについて問われると西村氏は頭の悪い子って意味ですと答えています。小学校でも、分別もできる子は使っても問題ないのだとかっていうふうに書いてあります。ひろゆきさんやっぱりすごいなと思いました。私も会ったことありますけど、この方は本当に2チャンネルを作った方だと崇めちゃいます。子供についてもすごいたくさんコメントが、さすが俺たちのひろゆき、真実をありがとう、嘘を嘘と、前のバージョンの方が明晰だわ、いやな、これも動画が上がってる、そんな理想論言われてもね、ネットリテラシーそのものじゃん、なんか普通のこと言ってる、普通のことなのにバカは理解できないから問題が起こるんだよ、世界の一概博覧会だから怖いもんな、これは全くまかりうること、いや今時の親も相当バカで、春風ちゃんのことですね、親の感想があっても親子でバカなら意味がないんじゃないかと、個人の責任だからだけは一応大人や社会に管理監督責任があるからな、俺がひろゆきならめんどくせえから未成年の使用は禁止する、もう管理人じゃなかったか、これは正論、ひろゆきって意外と頭いいし常識人だから、ね、頭いいとは思うが常識人ではないと思う、ネットの世界は頭の悪い子のマジョリティっていう風に結構いろいろ書いてありますけど、本当にでもこれは思いますね。私も、まあ、ネットいろいろ使ってますけど、こんなこと書くって思うことってすごい今の時代多いと思うんですよ。どんな人も使える時代だからこそ怖いなって思うんですよね。やっぱりひろゆきさんって2チャンネル作った人で、なんかその2チャンネル作ったことを後悔してるっていう風にも聞いたことがあるんですけど、なんかネットのことを知らないとかっていうのもなんかすごい嫌なものでしたし、でもやっぱりその一つの楽しみ方として分かったらすごく嫌な思いもするけど楽しいものだなとも思うし、のでこれはすごい分かりやすい、本当にひろゆきさんらしい意見だなっていうふうに思いました。はい、ということで今回の新着2ちゃんニュースで、町会議で会ったこともあるひろゆきさん、新着2ちゃんニュースでした。ありがとうございます。